重心化回と重心化じゃん。おお、めちゃくちゃいい。まずこれ重心化回でしょ。まず重心化、月齢の重心化回おめでとう。運極達成、運極達成というか運極だよね、もともとね。ありがとう、大成功して。最悪。まあそうだね、はいはい、まあこれいけた、 OK で、ああはいはい、この子ね、この子が重心化すると。いや、デザインいいよね、デザインが。うん、吉田松陰ちゃんで、進化、いや進化じゃない、強化だ。あー、進化でいいんだ。で、この子も重心化させる。で、この子を、最大化させて、最大化させる、なんかよくわかんないけど、最大化させて、まあ、進化、で、からの、重心化、OK だね。え、ちょ、なんかミスった。OK、強化、強化で、なんでもいいよ、もう。バカ野郎、バカ野郎、バカちゃん。で、この子を重心化させると。これで、吉田松陰ちゃんは重心化、進化、神化すべて運極達成。よし、隙はなし。ただ月齢ちゃんが、重心化だけが運極なんで、進化、神化まだ運極じゃないんで、紋章力ちょっとまだまだ漏れるな、これ。吉田松陰ちゃんはもう食べ尽くした。はい、そんなわけで、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。ちょっと待って、月齢見たくない今。違う、月齢はいいよ、もう運極だもん。おー、こっちこれよ、幸運ね。ようやく来ましたね、オリエンタルトラベラーズの幸運。ずっと待ってたんですよ、実は。これね、もともと海外では台湾だっけ、実装済みだったんですよ。で、この重心化のデザインあるじゃないですか、イラストレーターさんすごいなと思いつつも、まあ全部ね、進化前、進化、神化、重心化、すべて同じイラストレーターさんが多分、担当していらっしゃると思いますので、言わせていただきますけども、神化、かっこいいんだよ。ほれ、デザインが。進化もかっけえのよ。片目だけブーンっつって。いや、かっこいいよね。重心化になって、ちょっとね、豪華にはなったんだよ。ちょっと蓬莱みたいな感じになったんだけども、やっぱデザインとしては神化が一番好きかな。この手見て、地獄先生ヌーベイみたいになってんじゃん。火属性と光属性のキラー持ってんだよ、やばくない。光属性キラーはなくなって連撃キラーのゲージになったのね。はいはい、まあ、いずれにしても強いんじゃないですか。さあ、というわけで、先日神王と聖子、ザーの方が追加されたオリエンタルトラベラーズですが、早速、降雨が実装されたということで、ギコちゃん当てに行きたいと思います。ドラゴンクエスト 11S やってる、毎晩やってる。ちょっと待って、ちょっと一瞬だけ雑談させて。昨日のギコちゃんのさ、ね、検証動画あったじゃん。ラックスキルはどれぐらい、ラックスキルでしました、ラックマックスはどれぐらいラックスキル発動するのかってね、ギコちゃんさ、モンスト系 YouTuber さん誰も今登録してないんで見れてなかったんですけど、かぶっちゃったみたいなんですよ。かぶっちゃったとはいえ、1日の再生数あたりがペヤングを下回るってどういうこと。ペヤング6万ね。さ、ギコちゃんね、いくら個人として YouTuber 個人としての魅力ではなくて、モンストという大きい船に乗っかっただけのただの、寄生虫 YouTuber に過ぎないのは分かってるよ、すごい分かってる。でもさすがにペヤングにだけは勝ちたかった。ペヤングにモンスト負けたくなかった。ギコちゃんの登録してくれてるモンストファンの皆さんがペヤングの方が興味あるとは思わなかった。だから俺思った、モンストはさっさと引退してペヤング系 YouTuber になった方がいいんじゃないかってね。悲しいよ俺は。さあ、そんなわけでいきましょう。さあ、コウちゃんね、運極にしたいけど、オリトラを運極にいきなりするっていうのはかなりマニーがかかるよ。止まったらもう一瞬で終わり。ウルヴァリンね、ウルヴァリン最近引きいいからね俺。おっとチンギスハンじゃなくて、なんだっけ、フビライハンか。あ、オッケー。年食っちゃうんだよな、重心化するとな。進化、神化、ちょっと炎症みたいな雰囲気でいいね。
うん、嫌いじゃないよデザインは。さあセカンドステージオポチュニティセンキュー。欲しいよ、普通に欲しいよ。止まれ。あーちょっと大将くん、すごいすごい、対抗棒にハデス、ハデスにあとドンキホーテ、すごいな。大将くんなってるね多分。大将くん違う、待って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 、限定めちゃ出てる、めちゃくちゃ出てるよ。でも止まらなきゃ意味がない、そこは。もうまあ新キャラはかなり絞られてるとは思うよ。さすがに強いもん、こう重心化化け物だもん。うん、しっかり化け物。止まる、止まらない、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 止まる、止まらない。もう大将くん合ってた。でもこの子運極じゃないから嬉しいよ。シンプルに速攻上げ、速攻70じゃん。しかも大将くんラック何気にめっちゃ引いてる、ありがたす。まあこれね、あの確定来てもあのいっぱい限定いるからぶっちゃけ意味ないから、もう確定とかはもう無視していきましょうね。なんだっけ、あーブリギットか、使わなくなったな。ヘイだない、いいよいいよいいよ。おー、セオーボかな、そうだね。さあ、あと60連いけるからね。プチュン、確定求めてるのか求めてないのかよくわからない。さあ、こいや、出てこいや、止まれ。うん、マソマソサファリパーク。待って、これザビエルじゃん、まあ、強いんだけど重心化待ちだね、マソ。さあ次はね、目つぶっちゃおうかな。音で楽しむモンストっていうのもたまには楽しいんですよ。目つぶっちゃおう、いきます。勝ったな、これは来る。すごい神引き。テンペストはね嬉しいですよ。上のやつは空気だとして、テンペストまだまだ55。おー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 、まあまあまあ底上げにはなっていらっしゃるよ、なっていらっしゃるよ、しっかり。もう今回も目つぶっちゃう、しっかり目つぶっちゃう。シューパカッと音聞きたい。止まって、目つぶってる間に止まって。オーマイガー、マジか、あと30連大丈夫か。うん、大丈夫か。はあ、暑いな今日は、夏日ですね。もう変顔も飽きたわ。おい、いつもと同じ展開やめろね。最近運が良くなってきたんだ、頼むよ店長ボタン、頼むよ店長ボタン、カチッとな、カチッと押してよ店長、沼だよこれ。おおほほほほほ、オーマイガード、ラスト。マジで言ってるこれ、沈み、ラストです。星玉もあるよ、でも、うん、星玉あるから大丈夫。止まれ、マジ止まれ。ガーン、王将くん出すぎだろ、お前ばっか大盤振る舞いじゃ。タラララタタタララだよこれ、確
定ないよな。ここで確定欲しくなっちゃうな。最後には最後には欲しくなるぜ。なんで